右翼の看板を上げて民族運動しないでヤクザみたいなことばっかりしてる団体もあるし、ヤクザの下部組織でも素晴らしい思想を持ってね運動をされてる方もいるのでね、だから右翼っていろんな人がいるんですよ。一言で言えば国粋主義、保守的思想、日本独自の伝統的価値観イコールがそこには天皇陛下を中心に団結した日本っていうことですね。海外の右翼、いわゆるそのネオナチとかクークラックスクランとは違ってその人種差別ではないんですね、日本の右翼。ロシア大使館にも中国大使館にも行くんですけども、自分の国、日本の政府の対応の仕方に対して抗議するっていう。政治団体日本の会の会長をやってます、工藤正也と言います。僕は自分で一応団体持ってるんですけど、いろんな団体の相談役だったり参与になったり、まあいろんなところに運動を出させてもらったりね、いろいろとしてますけど、タイトルが極道右翼コネクションになってますけど、ある意味道を極めるっていう意味では確かにそうなのかもしれませんけど、日本では一般的に極道っていうとヤクザのことを指しますからね。まあ僕らはヤクザとは違いますから。ロシア大使館に行きます。何しに北方領土のもう取り戻すためにアピール、風天ロシアのラブロフを叩き出せ、さあ何だ、車の音がうるさいと。で音を測って僕ら捕まえたり、大使館に抗議行くのは5人までだとか規制されたりするんですけど、その音がうるさいって言って、それは僕らがサポを取って直接そこに僕らの声を届けようとしても届けさせてくれないから、そういうスタイルを取るしかないわけですよね。このそのスタイルも音がうるさいとかくだらないことで規制してくるわけですよ。これどこ行くんですか、これ。ホテルの逆が。ホテルでやってんのか。はい。眠たいの。眠たいの。拳銃持って行っちゃえよ、とか。宇都宮で。宇都宮行っちゃえ、餃子食べに。ロシアだったり、中国だったり、大使館行くのに、そこに抗議しようとしに行ってるのに、もうほとんど警察との戦いになっちゃうわけですよね。だ敵が違うくなってきちゃいますよね、そうなると。警察になっちゃうわけですよ、僕らも。そうなっちゃうと。だけど、警察は敵じゃないわけですよ、僕らも。団体苦笑です。山本太郎が自主を崩せよ、警察の中でも僕らの考え方っていうのは正しいんだけどやり方に問題があるとかね。じゃあロシア大使館行くのにきちんと向こうのアポを取って行ったところで、警察はやっぱり何か事件になったりすると困るから入れてくれないわけですよね。入れてくれないと当然僕らはなんでだと、お前ら関係ねえだろうと。こっちはまあロシア大使館との話し合いでアポを取ってんだから、お前らの出る幕じゃないっ
って、そこでもう押し問答になるわけですよ。警察が僕らを入れてしまって何か問題が起きた時にやっぱり大変なことになるので、本当に外交問題になってしまうので、そこには入れないわけですね。僕らも立場上そういうふうにするしかないと、気持ちはわかるけれども立場上そうするしかないっていうのもあるし、なんか心配そうな顔してるけど、いいよ、麻布警察署の代理が私の顔に免じてどうかこちらでやってくださいって言ってんですが、なんで怒ってんの？公文するなよ公文。どうした、いつもみたいに冷静沈着でいて、はい、うん、ダメです、取りますよ、取りますよ、こういうやつなんだから。昔は抗議文、プーチン、ロシアはシベリア邪魔だよ、万法共栄の受けろよ、一応発揮するのは極東アジアの安定を持って大犯罪行為より立然とするはずだ。今日の日本がある。普通に考えてみてくださいよ。自分の国が侵略されたりですよ、軍事的に実効支配されたりしてですよ、他の国だったらこれ戦争になりますよ、普通に考えたって。そんな状況でね、音がでかいとかね、5人しか大使館に抗議に行っちゃダメだなんて言ってる場合じゃないわけですよ、普通であれば。だからやっぱそういう意味じゃおかしいですよね、日本というのは。本当に今読み上げた抗議文を施行したい、なかなか出てこられないので、いつものようにこの汚いゴミ箱のような投函口に抗議文を入れますので、では投函いたします。そこでシュプラコールをしてお願いしましょう。どっちも行きます。三島、南樺太、開戦、開戦、全知島、南樺太から出て行け、出て行け。今も仲悪いわけじゃないんですけどもね、例えばそのオウム真理教なんかは手出しできないというか規制できないわけですよね。何も悪いことはしてないけども、いわゆるカルト教団だっていうことで、だけど警察はそれに対しては何もしてないから規制も何もできないわけですよね。唯一そういう時に抗議に行ったりそこに乗り込んでったりできるのはやっぱり右翼ぐらいしかいないわけですよね。ただそういう意味では警察も僕らにやらせてるところもあるわけですよ、うまく利用されてるっていうかね。だから僕らみたいのは警察にとってもいてもらわなきゃ困る存在ではあるわけですよね。右翼は個々にいろんな活動してますよ、ボランティアとか。まあ僕は東日本大震災の時はまだ道路もついてないような陸前高田に400人分の豚汁とおにぎり持って炊き出し行きましたよ。いち早く助けに来てくれたっつって市長から表彰されましたね。あと石巻とかは中国人がね、亡くなった方の腕や指切って貴金属盗んでるって聞いて、まあそりゃ許せねえだろうってことで被災地治安維持警備隊っていうのを結成してパトロールしましたね。無線の他に催涙ガスとかスタンガン、鉄パイプ、フル装備なんですけど、あまり意味ないんですよ。周りが瓦礫だから角材とか金属バットとかゴルフクラブゴロゴロ落ちてるんですね。で一番危険地帯って言われるところに行くんですけど、警察が一人もいないんですよ。ですれ違う人に声かけて、こんばんはっつって、返事がなければいろいろ話しかけて、ほんで中国語でも喋ろうもんならその場で殺しちゃえっつってね、瓦礫に埋めときゃ分かんねえっつって。まあでも結果いませんでしたけどね。昔は右翼っていうのはやっぱり一応思想家でそういう民族運動してるので、ヤクザがやってるようなしのぎに手を出したりとかそういうことは一切なかったんですね。どっちが上とか下っていうのもなかったんですけど、もう今の時代は完全にそのヤクザの下部組織的な組織がすごく多いので、そうじゃないところもそう見られるし、その町々で車でなんか行くと地元のやっぱりヤクザが出てきて
お前ら誰に断ってここ走ってんだっていうことになるわけですよ。ヤクザの下部組織なんかで、その同じ組織でも誰に断って挨拶してから走ってんのかってことになるわけですね。上部団体が違えばもっと偉いことになるわけですよ。僕らは基本的にはそういうところにの色って言うんですけどね、まあどこの団体の下部組織とかやってないので、しのぎに手出してるわけでもないし、お前らに言われる筋合いねえよって言えるのところはありますね、僕らは。まあでも現実的にはそれは今そういうことできませんよ。実際やっぱりそれはその自分の土地を守ってるヤクザの人たちもいるんでね、一回挨拶に行って、例えばこういうことがあるので、こういうふうにやらせてもらいますとか、下部組織がそこの運動の長となって、そこの指示に従ってまあ運動するとか、まあそういうふうになってきてんじゃないですかね。うん。薬大丈夫ケンちゃん、これ。はい、バセリンです。よし。おお、痛い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 。帽子竜以外はもう日本のものしか入ってないんですよ。虎とかそういうものっていうのは中国のものだから、全部桜とかね、あと普通の女の人とか鯉とかね。でまあ今回初めて竜、まあ日本のものじゃないんですけどね、竜ってそもそもこの竜のこの逆鱗が入れたくてね、自分の思想的運動の一つとしてその民族運動をやってるので、余計になおさら中国とかそういうのに関係するものは入れたくない、なかったね、その若い頃はね。もう今20年ぐらい前だけど、右翼に対して文句言うでしょ。右翼に対してだって車にねコンコンってうるさいんだけどとか平気で言いますよね、今ね。うるさいもんなってくるんだよ。もうそしたらもう喧嘩だよな。だから舐められちゃってるね今ね。力があるんだぞっていうところを見せないと。そうだから昔の機動隊っていうのはさ、怪我しても何でも怪我したって言って上の人間に怒られるから、絶対怪我しないって言わないから、ね、今の機動隊ちょこっとの怪我したら怪我しました、あ障害だポキッちゃう、触っただけでもそこでも公務執行妨害でも全部捕まえちゃいますからね。11月の10日で4代目を襲名いたします。よろしくお願いします。武力っていうのはヤクザと違うんだね。ね、日本の象徴だと思うよ、うん、やっぱりその日本の歴史を守り、うん、日本の伝統文化、ね、日本の伝統文化歴史を守っていくのが右翼。まあ在特会が一般の人をネットで集めて、一般の人があれだけ集まった、あれだけ過激なことをしてですよ。で頑張れ日本だってそうでしょ。あれだけ過激な一般の人たちが集まってして、だから僕らの存在価値っていうのはじゃあどこにあるのって。外戦車持って大服着て恐ろしい顔して恐ろしい格好してですよ。それでいて街頭でね、皆様聞いてくださいなんてやってる場合じゃなくなってきてるわけですよ、僕らは。もう例えば俺たちは看板を出して全部開けっぷりげにしてるから、だん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 その当局の方が厳しくなってきて、それでやらなくなってきた団体が多いのが現状なの。それもあるし、今の若者がじゃあ仮にそういう団体に入りたくても、その窓口が分かんないっていうのがあるんだよ。だからインターネットで集まるんだったら、インターネットに大日本異世界というホームページを作って、で隊員来たれと、若者来いとやれば来るかもしれないと思うんですよね。そういうの一緒に運動しようってね、運動しようと、うん、右翼イコールヤクザっていうのはやっぱつきもんであって、ヤクザがついていないとか潰されちゃうわけだから。潰されちゃうね。この学校じゃ右翼もこういう一面があるっていうね、みんな意味悪い、そう悪いイメージしかないから。津田さんと手塚さん、大日本一政会の4代目体制の最後に僕が就任したので、まあ、この会の大日本一政会のお手伝いという形で、会場の全部の進行、身の回りの全部世話、その他全部今日は。疲れちゃった。右翼のその運動の思想であったり運動論であったり、それが当然一致する人も仲良くなるし、運動論は合わなくてもいろんな団体と友好関係にあって、それのうちの一つの団体なわけですね、今日の大日本異性会というのは。
右翼の看板を上げて民族運動しないでヤクザみたいなことばっかりしてる団体もあるし、ヤクザの下部組織でも素晴らしい思想を持ってね運動されてる方もいるのでね、常に出てる団体っていうのはもう4グループぐらいしかないんですよ。まあ一回顔合わせるんで誰が一番運動出てていつもあいつがいるっていうのも仲が悪かろうが良かろうが一番分かってるわけですね、お互い。道等を継承し精進してまいりますので相変わりませぬご講義のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。はい、そば行ったら10年蹴ってきたら破門だと。ケンちゃんだけは変わらず3年目で変わらず。だから俺は渡辺と刑事が何かあったら一緒に死ぬ。天皇のためにやる。日本精神を広げてほしいと思う。よろしくお願いします。今日は本当にみんなご苦労さまでした。それじゃあ今日はありがとう。私は右翼もいろんな企業に新聞を買ってもらったりしてとか、いろんなスポンサーがいたんですね、もともとは。ただそれがもう今はそういうことを一切もうそういうの買ってくれなくなったわけですね。だからもう全部自分らで働いて手弁当でやっぱ運動してるわけですよ。みんな運動があるっていう時が平日だったりすれば仕事を休んでちょっと間違えば捕まるわけですよね。ぶち殺すぞ。何言ってんだお前。そういうことがあるので、やっぱりいろんな意味で大変ですね、運動していくのは。中本会長
勝利おめでとうございます。一曲歌わせていただきます。やれんそら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 ん。一年中韓国、中国、ミャンマー、タイとかもういろんなとこ飛び回ってるわけですよね、仕事で。そうすると日本の良さっていうのはよく見えてくるんですよ。で、日本の非常識さっていうのもよく見えてくるんですよね。日本の常識は世界の非常識、まさにその通りだと思うんですよ。まあ敗戦以来、骨抜きにされてしまったっていうので、自分の国に対して、誇りを持ってない、愛国心がない。自分の生まれた国でしょっていう。